小畑くんチャンネルへようこそー。小林拓一郎でーす。先に本ばかり読んでおりますので、今日も本を紹介したいと思います。今日はこちらですね。2025年を制覇する破壊的企業という本なんですけれども、も、えー、山本康正さんという方がい書いた本です。ま gafa、あ、プラス m 有名ですね。google Amazon。 フェイスブック、アップル、そしてマイクロソフトと、この5社は、まあ、ともかく今もすでに世界を牛耳ってるぞっていうところなんですけども、その5社だけじゃないんだぞと、他にもいろいろあるぞと。インポッシブルフーズ、ショッピファイ、ロビンフッド、テスラ、クラウドストライク、そしてネットフリックスと、この6社も加えて11社が2025年を制覇するんだと。で、破壊的企業と、ここに書いてあります。 職種によっては仕事もなくなってしまうよっていうことなんですけどまあじゃあまずどんな未来がやってくるのかって話なんですけどまずアマゾンで言うとアマゾンマンションっていうのが出てくるぞとスマートハウスという概念なんですけれどもトイレからお風呂から照明から何から何まで空調からあともう例えば冷蔵庫までこれ全部アマゾンが 管理するよっていう管理している amazon ブランドの家具が設置されたマンションっていうのがあって、そこに住むことによって、それ賃料をめちゃくちゃ安く設定されてるんですね。でも、そこに生活している全てのデータっていうのはアマゾンに取られていると。まあ、便利といえば便利なんです。例えば冷蔵庫一つ取っても。 いつも買ってる食材があなくなってきたなってなったら冷蔵庫が勝手に注文してくれてそこにいつもの食材が届くようになるみたいなねそういうことも含め便利だなとで例えばその頼んでるものがインポッシブルフーーズ開発の大豆ミートとか。これもすごいんですけども今までのこういう大豆肉っていうのは大体ものでなんだろう ちょっと味を我慢しなきゃいけないっていうものが多かったのがもはや本当のの肉ななんじゃいいいっていうぐらいの食感だとそれぐらいもう本物と変わらないものが出来上がってきてるよっていうところらしいんですね。そんなインポッシブルフーズは食の世界を変えていくんじゃないいかっていうね。さらにじゃリビングでネットフリックスでも見ましょうかなんて言ってネットフリックス見ますけれどもこの生活っていうのはもっともっと加速していくだろうっていうところなんですがこれ面白かったのが。 例えば去年流行った韓流ドラマの「愛の不時着」ってありましたけれどもあと「イテウォンクラス」とかでもいいですけども例えばこういったもののじゃ2」が出ますってなった時になんと100万通りのエンンディングが用意されるでであろううとということなんです。つまりネットフリックスを見ててねこのデバイス何でもいいですパソコンでも、まあ、スマホでもテレビでも何でもいいですけど見ててその感動するシーンだとか驚くシーンとか おーって笑顔になるシーンとかそういったものを全部顔認証でデータが取られていてこの人はこういう傾向のものが好きなんだっていう判別をされてだから昨日「愛の不時着2」見たっていう会話じゃなくて「愛の不時着2」のエンディングどうだったっていう会話になるんですって。 ちょっとこれはまた信じられない世界だななんて思いますけれどもねすごいですよね。あとグーグルがやろうとしてるのはね今検索前っていうのをキャッチしてその情報を流してくるっていうことらしいんですけれども。 あの、例えば金曜日の夜にね、必ずレストランっていうのを検索してるとするじゃないですか。そうするとそのデータをもう Google は持ってるわけですよね。あ、この人は金曜日の夜外食する人なんだっていうデータがあると。そうなると金曜日になると朝にいきなり広告がポンと出て、今日はこのレストランどうでしょうかっていうレコメンドが出てくるようになる。そういう広告が出るようになるっていう。それぐらいカスタマイズされてくるらしいんですね。では、今度はですね。 移動はどうなるのかっていうところなんですけども今もうすでにね Zoom がすごくこうもうこのオ,フ、あのー、オンラインで仕事をするっていうところで当たり前になってきてますけれども、まあ、在宅勤務でじゃあ Zoom 使って会議しましょうなんてなった時に、まあ、まず移動の前にそ Zoom の機能としてはですねもう日本語から英語へ英語から日本語へっていう翻訳は完璧にされるようになってくるらしいんです。 もうそれだけこれだけ今世界中の人が Zoom を使ってることによって AI がどん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 データを集めててどんな言葉を使っててどういうコミュニケーションを取ってるんだっていうデータが全部取られてるわけですよね。ということはもう AI はどん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 言語機能っていうのを発達させているっていうところでこれ今 Google とか Facebook が今ズーム欲しがってるわけですねコミュニケーションツールとしてね。 だから安いうちに買っとけよかったっていうそんな後悔もあるみたいなんですけれどもまさかこんなコロナ禍になってズームというところの株価がこんなにもまた資産価値がこんなにも上がるなんてっていうとかちょっと想像もできなかったみたいなんですけれどもまあやはりそれぐらいズームがもう持ってるデータもすごいことになっていて今言った翻訳機能っていうのはもう完璧になってくるだろうと。 じゃあいざ移動する時どうするんだってまあそんな中でも通勤という形まあ通学という形何か買い物に行くっていう移動の時はどうなるかっていうとまあ今アメリカなんかではウーバーは主流になってます日本だとウーバー入ってきてなくてウーバーイーツだけですけれどもアメリカでじゃあウーバーが主流になっている中でウーバーっていうのはある地点からある地点に行くときにそのウーバーというアプリを開くと そこの近くを走っている運転をしている人でウーバーに登録している人に通知がいってでその人が迎えに来てくれてで目的地まで運んでくれるよっていう配車システムサービスなんですけれどもこれがいよいよ無人の車車ででやれるるようにななんじゃないかと電気自動車です、まあ、テスラが開発したような電気自動車でしかも自分が運転してなくて家で パーキングされている時の車も例えばそういうアプリに登録をすると自動運転で勝手にその車が移動してくれてで誰かを乗せてでその人の目的地まで乗せていったらこの車は勝手にそのパーキングまで帰るもしくは次の乗車乗客を乗せて次の目的地へ行きでまた次の目的地へ行き次の目的地へ行きそして最終的には何時に帰ってこいって設定しとけば何時には自分の家に帰って 駐車場に止まってるっていう。ルンバみたいな。それを自動運転の車でやろうとしてるって。これがもう来るぞと。こういう未来が来るぞと言われているんですね。で、そんなじゃあテスラじゃあ今度何しようとしてるかっていうと、ハイパーループっていうのを作ってるらしいんですね。あの、トンネルなんだけど、真空チューブになっていて、例えば東京、大阪間であれば時速1000キロでビャーンって。 今日本でやってるリニアが500キロって言われてその倍のスピードでだからリニアが開通したら東京大阪間が50分でしたっけって言われてるのがそのまたさらに半分の時間で移動ができてしまう、まあ、日本だと国土が狭いからそこまでのスピードがいるのかどうかって話になってくるけどアメリカとかやっぱ広大な土地になってくるともう飛行機よりもそっちの方が早いんじゃないのっていう人の移動であればそっちの方が早いんじゃないのっていうような。 時代がやってくるぞということなんですね。いやー、これって今話して、話してると、実は番組でも話してたらスタッフが、うん、でもそれってなんか、どうなんですかなんかこう、僕はなんかこう、ワクワクする感じではないんですけど、みたいな。そうなんです。これ決して、ワクワクする未来を話してるわけではなく、タイトルにあるように、破壊的企業って書かれてるように、そうなんです。こういう未来が、 もう少なからずやってくるぞということを把握した上で今からの自分なりの生活のビジョンライフスタイルのビジョン仕事のビジョンっていうのを持ってった方がいいですよっていうお話でもあるんですはい今言ったみたいに本業って何って話じゃないですかじゃ例えば Google って本業何みたいな検索エンジンですみたいな えでも Google が今言ったみたいなじゃあそのもうデータをいっぱい持っててまあズームだけじゃなくて Google もいっぱいやっぱデータを持ってるからその人の趣味趣向に合ったものをこうどん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 紹介できるわけですよね Amazon だってそうです Amazon だってこうネットショッピングって思ってるけど違うクラウドサービスもやってるしもうありとあらゆるデータを持っててその Amazon が不動産業に参入してくるぞと。 だけど、アマゾンとしては、不動産で儲ける必要がないから、そこでお金を取る,取る必要がないんですよ。つまり、データさえ取れればいいっていうところになってくると、不動産をメインにやってたりすると、あれそんなとこ来られちゃったら、どうなんのうちの業界っていうようなことが起こるぞと言ってるのがこの本なんですね。怖いです。はい。これは、本でも言ってるんですけど、本業を決めない企業が勝つよと。 時代は常に変化しているからそれをちゃんと把握しておいた方がいいよということなんです。これ個人ででもそうですよね、まあ、今わかりやすく昨日もね煙突町のプペルの動画紹介しましたけれども映画がこうでしたよって話をしましたけどもあの金庫の西野さんなんかも叩かれたのは芸人やろがいと芸人やったら何やねん芸,芸やっとけやとお笑いやっとけやということで叩かれたわけですよ。 叩かれて何芸人がディズニー倒すとか言っとんねんっていうことで叩かれたりしたわけですよねその叩くこと自体がもうすでにおかど違いですよという時代がまだ西野さんが始めた頃っていうのは早かったからそういう批判がたくさんあったけれどももう今そういうこと言ってる人ってちょっとどうなのっていう風潮にもなってきてるようにそうなんです本業って何っていうところなんです 本業を決めないいっっていうところででもあったりすするわけですよね。だからこそ変化ができるっていうところなんですけれどもそして何度もこう話してきて分かったようにデータを持つっってていいうここととと。が何よりも強いことになってくるんだと例えばこれでもまあ書いてありましたけどもやってるかどうかわからないけれどもディズニーという会社がディズニープラスという、ね、サブスクチャンネルを持ってて例えば我が家だったら「アナ雪が大好き」「リメンバー・ミー」が大好きって言ってその 映画をいいっぱいリピートするわけですすよそうするともうそのデータ持ってるわけですよねそのデータを持って状態でその家族が例えばうちの家族がディズニーのホテルに泊まりますってなった時に「あこの家族はこのキャラクターが好きなんだリメンバー・ミーが好きなんだ」ってなったらミゲルが出迎えてくれたり。 アナとエルサかアナ,とってなんだアナとエルサが出迎えてくれるっていうような「<laughs> あらえなんでなんで?」って「でもお前わかってるね」っていうようなデータを持っているイコールその人の趣味嗜好がわかるイコールその人に対する好きなものを提供できるイコールおもてなしっていうことなんですよね。そういうことにつながってくるぞということなんですがはいここもやっぱりだから。 こういうことが当たり前に行われる未来になってくるであろうからこそ、はい、これはもう抗えない流れにもなってるわけですよね。自流になってるわけでじゃあそうなってくるとじゃあ僕らはその敷かれたようなレールがあった上でじゃあどういう未来を自分たちは形成していくべきなのか今自分がやっている仕事っていうものもじゃあ本当にこのままやってていいのか。少なからず 今はお給料もらえるかもしれないけれどもこの業界自体が全くなくなっちゃうかもしれないじゃないかっていうことなんですよね。こあのー、これは昔からずっと言われてることですよね。例えば産業革命の時なんかもそうですよね。ありとあらゆる仕事がなくなっていったわけですよ工業化されることによって。だって昔はなんかあのね。 水なのかなんかジュースとか,か,かお酒かお酒かなんかを瓶に詰めるっていう作業の手仕事の仕事があったっていうぐらいでそれを機械がやるってなったけどそんなのか機械がやれるもんかいって人間がやるもんやろかいそんなのかそんなのはっていうそういうことも言われてたぐらいなんですよ。で今となっちゃうえそんなのもだってガッチャンガッチャンガッチャンガチャン機械でやるもんじゃんってなっちゃってるわけじゃないですかそういう仕事があったことすらももうわからないわけですよ。 たか,か100年とか200年と200の話ですよってなってくるとはあだって僕が今41歳で,で記憶のあるうーんもう5歳とかそれぐらいの幼少期のことを考えた時にまず今僕がここで動画撮ってるスマホっていうものはまずなかったわけですよね。連絡手段が違ったってなってくるともうその時点であった仕事なかった仕事っていうのがもう振り分けられるわけですよ。 で、今現在、じゃそれがあるかないかっていうこともいっぱいあるわけで、まあ、わかりやすく言うと、電話ボックスっていうものがどん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 世の中からなくなってきて,てでじゃあ、電話ボックスを作ってた会社はどうなったんだ、テレフォンカードを作ってた会社はどうなったんだ、みたいなところもそうですよね。そういうところも含めですけれども、今の子たちからすると、え、そういう仕事があったんですねって、もうすでになってるわけじゃないですか。たかだか、僕が四十一年の人生を生きてるだけでも、もうそれが起こってるってなると。で、今度、これ二千二十五年って、もう。 5年後の話なんですけど5年後そんな変わってるかって思うかもしれないけど誰がこのコロナを想像できたんですかって話なんですよよく言うようにこのコロナというものがやはりまあ絶対いずれは訪れるであろう未来まあ仕事とかもこういうズームみたいなものを使ってオンラインでできたらいいよねとかっていうことがまあまあ言うては言うてるけれどもまあそれでもやっぱり人と人は会ってなんぼでしょって 言ってたところが今は合うなと言われてそれがもうスタンダードになってきてるってなってくるともうこれってじゃあコロナが落ち着きましたってなってもうんミーティングズームでよくないですかってやっぱなるわけですよね時代は変わりますねだからこの変化というものが今恐ろしいスピードでやってきてて恐ろしいスピードで世界を社会を変えていっているので ある程度こういう未来をちゃんと把握した上で今取るべき行動を取っていった方がいいよという本でした。なのでこれ今喋ったことはほんのごく一部であと最後の方はちょっと自分のね意見と自分の今の考えとかを混ぜながら話しましたけれどもぜひぜひちょっと気になった方はですねこの2025年を制覇する破壊的企業というこの本も読んでみてください。はい。ではまたいいねもよろしくチャンネル登録もよろしくね。